どうも、デイトナオカルト部顧問のトシボーイズ岸本です。住彦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついにですね、はい、念願と言ってもいいんじゃないですかね、うん、もうこの我々が着ている、うん、デイトナさんとのコラボ T シャツ、はい、フリークスストアとのコラボですね。コラボ、ついに、はい、完成いたしまして、そうそうで、はい、この T シャツ、僕が着ているのが、まあ、トシボーイズモデルっていう感じ で、これスミさんが着ているのは何ですか、はい、これスミユキコモデルモデルということでございまして、はい、ペルーをイメージしてます。ペルーをね、はい、でも、このね、表のプリントすごいシンプルだなって思うかもしれないですけど、はい、バッグがございます。やばいよね、このね、こっちはシンプル、私はこっちはシンプル、ね、こっちはだから逆に表が派で、うん、派で裏シンプル、裏シンプル、これ表シンプル、裏派で、っていうかわいい、ね、うん、最近今時よ、そうね、自分のキャラ自分できる、うん、まあまあ恥ずかしいですけど、でまあ、こういう形でですね、うん、ついにコラボアイテム発売と、はい、こぎつけることができました、皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。でですね、このフリークストアの、まあ、コラボアイテムなんですけども、はい、発売を記念しまして、6月の23日から6月25日までの3日間、はい、なんとフリークストア渋谷店のギャラリーで、はい、ポップアップを開催いたします。ポップアップ、はい、ポップアップって何なんですか。お店の中にこの特別コーナーみたいに作ってくれて、実際見ることがいい、そこに実際にそう物を置くっていうことでございまして、結構種類あるからね。そうそう、だからそのたくさんアイテムあると思うんで、うん、まあ、実際になかなかね、その通販とかだと、うん、見れなかったりとかするんですけど、はい、ポップアップだと物があるので、うん、それを見て手に取っていただいて、手に取ってこれがいいなと、はい、やっぱトシボーイズの方がいいなと、うん、ね、スミさんモデルよりトシボーイズの方がいいんじゃないかっていうふうに、まあ、分かるわけですよ、どっちがいいかとかね。なるほどね、どっちが、うん、でそれはもうお好みですけれども、まあ、実際に手に取ってご覧できるということでございます、はい、でさらにですよ、さらにそのポップアップ期間、うん、6月23、25の間、はい、6月24日、うん、土曜日の18時から、うん、私たち出演するトークイベントが決まりました、はい、UFO の日です。 UFO の日なんですか、はい、僕知らないですけど、そうなんですね、はい、はい、もちろんですね、我々都市ボーイズって、うん、ユニットでこうやってられますので、相方の早瀬の方も来ます。早瀬さんも来るんですか、はい、あ、てか早瀬さんの呪物 T シャツも作られてますもんね。もちろん、なので、うん、早瀬も来て、都市ボーイズプラス、まあ、スミさんも来てということで、やらせていただきますので、じゃあ猫持ってきてくれるのかな。猫もちろんね、持ってくると思いますよ普通に忘れる可能性もありますけど、ね、持ってきてって言っといてね、まあ、なんで、6月24日、トークイベントがあるということでございますけれども、はい、観覧ご希望の方は、抽選となります。なので抽選になりますので、うん、下に概要欄の方貼っておきますので、はい、その URL から応募していただくという形でございます、うん、応募期間の方は5月26日から6月4日まで、うん、当選発表は6月中旬の予定でございますので、うん、もちろん無料でございますので、皆さんふるってですね、応募いただければと思います。はい、ふるって応募いただければと思いますえ、オウム返ししてるだけだったけどそうだねそうですね。なんかスミさんもだからトークイベントちょっとね、うん、はい、いい話なんか持ってきてもらって、わかりました、アピールできたらいいなと思っております、うん、岸本さん持ってくるんだよね。僕はもういい話いやだお互い足引っ張るのやめようかね、じゃあ早瀬がいい話持ってくると思う、皆さんね、ぜひ来ていただければと思います、はい、というわけで6月24日ですね、フリークスストアで、お会いいたしましょう。はい、お待ちしてます。